ローマ帝国時代のカピトリヌスの丘の地図。矢印の場所にゲモニアの階段があったと推測されている。ゲモニアの階段は古代のローマに存在した階段。形状として使われたことで悪名高い。カピトリヌスの丘に近いエスピエトロインカーチャー通り、ゲモニアの階段はローマの中心部にあって、カピトリヌスの丘の頂からホロロマーノへ下っていたとされている。 フォロから見ると、左手にタブラリウムやコンコルディア神殿、右手にマメルティヌスの牢獄があった。その道筋は、マメルティヌスの牢獄の移行を通る、現代のサンピエトロ・イン・カーチャー通りと大体、符号すると考えられている。ゲモニアの階段が建設されたのは、ティベリウス定期の少し前と考えられている。それ以前にこの階段に研究している文献が存在しないためである。 階段が処刑場として使われるようになったのは、もっぱらティベリウスが、知性の後半で過剰な変質病的傾向を示すようになってからと考えられている。ゲモニアの階段での処刑は、罪人を階段の上で考察し、遺体を階段階転げ落とすというのが一般的であった。時には、ローマの他の形状で処刑された遺体をこの階段に持ってきて晒すこともあった。 フォロロマーノからよく見える、階段下の遺体はそのまま放置して犬などが喰らうのに、任せられ、最終的に、テベレ川に投げ捨てられた。ゲモニアの階段で処刑されることは恐ろしく、不名誉なこととされているが、歴史上何人もの元動員議員や、時には皇帝まで、ここで殺されるうきめにあっている。特に有名なのが、テベリウス期のこの遺体長官、ルキウスアイリウスセイアヌスと皇帝、 アウルス・ウィテリウスである。セイヤノスはティベリウスの親友であり、副親だったが、31年に反逆の陰謀を企てたと告発された。カッシュースディオによれば、セイヤノスはゲモニアの階段で考察された上で投げ落とされ、遺体は3日間にわたり、群衆に恥かしめられたという。間もなく、セイヤノスの3人の子供たちも、同様にゲモニアの階段で処刑された。 ウィテッリウスは、ローマ軍団長を務める将軍だったが、69年の四皇帝の年に名乗りを上げた。4月16日に、全民の音が自殺したのを受けてこの年三人目の皇帝に即位したが、その治世はわずか八ヶ月しか続かなかった。自軍がウェスパシアヌスに敗れるとウィテッリウスは降伏することに同意したが、この得体は彼をローマから逃そうとしなかった。 ウェスパシアヌス軍がローマに入ってきた時、ウィテッリウスは隠れ家から引きずり出され、ゲモニアの階段から投げ落とされた。それでも私は一旦は、お前たちの皇帝だったのだぞというのが、最後の言葉だった。106年には、トライアヌスに敗れ自殺したダキア人の王デケバルスの子宮と右手が階段から投げ落とされている。共和制ローマ期には、 カピトリヌスの丘の南側にある急瞬な崖、タルペイヤの岩で同様の処刑が行われていた。殺親罪左門官に殺人もしくは反逆の罪で有罪を宣告された罪人はこの崖から投げ落とされ処刑された。その他、重大な精神的、身体的障害を持つ幼児が神の呪いを受けているとみなされ同様に崖から投げ捨てられるということもあった。 ありがとうございます。